こんにちは、ルミです。今日は移住先を探すのに大切だった2つのことというテーマでお話ししようと思います。私が今香川県に移住してきて本当に良かったなって感じているので、香川県に移住を決めるまでの経験をもとに大切だなと感じた2つのことをシェアさせていただければと思います。あくまで私の経験のお話なので全員の方には当てはまらないと思うんですが、今移住地を探してるよっていう方とかの参考になれば嬉しいです。最後に移住先を探すのに利用した制度についても少しお話ししてますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。私が大切だと感じたことは大きく分けて2つあります。1つ目は現地に足を運ぶことです。これはまあめちゃくちゃ当たり前ですいませんって感じです。2つ目は偶然性を大切にするということです。香川とのね出会いがまさに私はこの2つだったので、これからね香川くんとの馴れ初めみたいな話になります。でまずですね、移住先を探す手順として条件を決めたのが最初のステップになります。その時はざっくり言うと4つの条件を決めました。1つ目は気候が温暖であること。これでちょっと雪が降る地域というのは私たちの候補から消えました。で2つ目は海の近くというところです。これはずっと夢だったのでマストな条件です。で3番目は災害や地震が少ないということ。4つ目は車を持っていなかったのと、スーパーペーパードライバーなのでしばらくは車がなくても暮らせるような地域であることっていうのが最初の条件でした。でこの4つから地域を絞ると結果的に瀬戸内海沿いがいいんじゃないかという話になりました。なんですがこの時実は候補地に香川県も入っていませんでした。なぜならちょっと夫が四国全体は少し怖いと言っていて、何を怖がってたかというと、例えば地震とか起きた時に瀬戸大橋が閉ざされてしまった場合に、援助とね物資とかが遅れちゃうんじゃないかみたいな、ちょうど災害とかが情報を取ってた時だったので、たまたまそういう情報を目にして少し怖いから四国は一旦なしにしたいなみたいな話をしていて、中国地方の方の瀬戸内海沿いを探してたっていう経緯になります。なんですけども、岡山の視察の後に本当は兵庫県の方にもちょっと見てみようって言ってたんですけど、ちょっと訳あって兵庫県は一旦なしになったんですね。でその影響で、4時間ぐらいかな、ぽっかり時間が空いてしまうで岡山にその時いたので、せっかくなので香川県に少し寄ってみようかっていう話になって香川に寄ることになりました。で実際に香川県に行ってみて、夫と4時間なのでそんなに回れなかったんですけど、サンポートのあたりとか少し自転車で回って、なんかもう2人であれここっぽいねみたいな、一目惚れしてしまって、条件には入ってなかったけどなんかここっぽいねみたいな話になって、で、その4時間ではとても足りないのでまた別で視察旅行みたいな感じで3泊4日で香川を回りました。この時すごい偶然で行くことになったっていうところで、そのさっき言った2番目の偶然性を大切にするっていうところにつながってくるんですけど、今思い返すとやはり香川県とはなんかこう偶然性に助けられた部分がたくさんあるなと思いました。例えばですが、視察旅行の3泊4日の日も、台風が3つ重なっていて、ちょっと飛行機飛ぶかなっていうぐらいの予報だったんですけど、実際は全部の日が晴れていました。で帰りのシャトルバスに乗った瞬間に大雨がパーって降ってきて、あれすごいラッキーだったねみたいなことを夫と話していました。あと先ほどその4時間の間にですね、この辺に住めたら最高だねと言ってたマンションに実は今住んでいて、こんな感じでなんかこうトントン拍子に決まってく土地って、ちょっと言い方もあれですけど、なんかこう土地に呼ばれてるじゃないですけど、そんなことを感じました。で結構他の移住ブログを書いてる方のも見ると、こうなんかすごいスムーズにトントン拍子に話が進んで、知らない間になんかもう移住してたみたいな方が結構多くって、なのでこう自分の意思だけじゃなくて、こう巡り合わせとか偶然性みたいなところを大切にすると、なんか自分でも思っても見なかったような出会いがあるのではないかなと、これは自分の経験からですが思いました。移住視察ってお金もかかると思うんですけども、最近はありがたいことに各市町村さんが、移住支援金とか移住視察のための旅行であれば支援金出しますようなっていった制度も増えています。で実際に私も山口県と香川県はそういった制度を使いましたし、岡山県の場合は
お試し移住施設というものを利用させていただきました。で、東京近辺に住んでいる方でしたら、有楽町にあるふるさと支援センターというところに行くと、全国の市町村が集まっているので、移住地をこう探したりとか、あとはその制度自体ありますかって聞いたりとか、就職についての質問とかもできたりするので、とても便利な場所ですので、ぜひお近くの方で移住を検討されている方は足を運んでみてください。で、移住を考えることって、暮らしを考えることイコール生きることを考えるっていうのに直結すると私は思ってます。結果的に移住をしなかったとしても、例えば私はなんで移住したいって思ってるんだろうとか、今の住んでる場所の生活の何を変えたいって思ってるんだろうとか、あとはまあいろんなところを回ってみることで、あ、こういうところが私は好きとか、そういうのを発見していく作業ってとても人生において大切なことだなって私は思っています。私も最初は、自然が多くて、家賃が下がるところという条件を結構かたくなに思っていました。なんですが、実際まあいろいろなところを回ってみて、あれ、自然がすごくあるところというよりかは都会と自然が融合しているところが好きだなというふうに徐々に変わっていったりとか、なんかこう家賃のことも気にするあまり、心の深いところではこう思ってるんだけど、いや、ダメだダメだみたいな感じで、自分のその真の望みみたいなところを無意識ですけど押し殺してたなっていう部分があったので、最初の決めた条件だけにとらわれすぎないで、いろんなところに足を運んでみて、ご自身のフィーリングみたいのを大事にしながら、ちょっとね、条件も柔軟に変えていけると、より自分にぴったりな場所に出会えるかなというふうに感じました。なので、まあ、もしね、今移住どうしようかなって悩んでたりとか、今直近ではもう動けないよって方とかも、短い休みでもいいと思いますので、ちょっとそういった制度を利用したりして足を運んでみて、自分がそこで何を思ったりするのか、何を感じたりするのかみたいなところを見てみることで、ご自身に対しての新しい発見もあるのではないかと思います。本日の動画はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございます。評価ボタンもいただけるととても励みになります。それではまた、バイバーイ。